14番ノルウェーのエスパーセンバーグ組ですね。はい、この世界選手権だけを除いて今年のメジャータイトルの全てを持っているカップルなんです。デビッド・サイカマー組、イギリスですね。はい、このカップルも非常に柔らかい踊りをしましてね、伸びやかな動き、非常に気持ちいいですね。11番石原組です。はい、今日の踊りは非常に素晴らしいです。予選から非常にハツラツとして精彩がありますね。動きが非常にキビキビして気持ちがいいですね。26番はやはりイギリスストップボード組ですね。マチマチした感じですね。さて23番スコットランドのダニバン組ですが、はい、ちょっとこの方はプリンスチャールズに似ていませんか。表情が実に生き生きとしていましてね、若さにあふれた力強い踊りが本当に圧倒されそうですね。素敵なカップルですね。33番オイゲン・フリッツ西ドイツ、はい、2度目の来日なんですが、こんないい国はないといったところでしょうね。23番バーンズに本当にセンスのいい衣装ですね。そうですね、この速いテンポのリズムを最も得意としております。このチャチャチャという曲なんですけど、どこの踊りなんですか。やはりアメリカなどの選手が非常に上手に踊っておりますのでね、各国の特色ある踊りをインターナショナルの競技ダンスとして標準化しているわけですから、これをその世界各国で1位を競っているわけですね。はい、いろんな国の踊りが同じフロアで見られるという楽しさですね。はい、そうですね、楽しいです。明るい踊りですね。本当に、体いっぱいに使って気持ちのいい踊り。このラテンの場合は若いということはありますか。最近は曲が非常に激しいリズムになってきておりますのでね、そこはモダンとちょっと違うというですね。はい、これは男女のラブストーリーで愛情表現が非常に大切ですね。外国の選手なんかは非常にいい雰囲気を出しております。この14番のエスパンサルバーグ、本当に雰囲気がいいですね。そうですね、これはもうベテランの強みですね。しっとりとした大人のムードで、ヒップムーブメントなど非常に内容深みのある踊りをしております。番の、サミーストップフォード組ですね。はい、本当にこれは若さあふれた若い人のまたいいものがありますね。非常に上品なナンバーを踊っている
埼玉組ですね、闘牛士を語った踊りですね。フラメンコなどの曲も出てまいります。にわかさあふれる力強い踊りですね。サミストップフォート組です。この種目は春の全英選手権というのがございまして、エスパン組からこの種目を取りましてですね、1点差でもって惜しくも敗れましたけれども、今回の世界選手権はどういうことになるんでしょうか。どうなるでしょうね、はい。男性の方とがよくデザインをしてますね。もういつ見てもベストドレッサーですね。エスパンさんの方が、はい、素晴らしい衣装ですね。これは若いですから、来年あたりどんどん伸びていくことが確実ですね。アマチュアに転向して、アマチュアからプロですね。転向して1年というのは大変なことですか。そうですね、よほどのやはり才能ですね。これがないとプロの決勝にはなかなか入ってきません。そういう意味では本当に楽しみな選手ですね。Jibe. いい踊りですね。どうですか見てて。私も踊りたくなりますね。楽々と踊ってるのでね、はい、でも大変なんでしょうね。なかなか難しいんですけれども、でも非常に楽しい踊りですね。こう肌がキラキラしてきましたね。そうですね、このテレビで、ご覧の方皆さんお分かりでしょうか。背中ですね、もう男女ともにもう汗びっしょりで、キラキラ輝いて、なんとも言えずこう美しいですね。そうですね、肌もピンク色ですね。そうですね、これも素晴らしいですね。胸がいっぱいになってきました。決勝戦の最後の曲もたった今、デニス・ウィーバーズ、イギリス、デイビッド・サイカモア&デニス・ウィーバーズ、グレート・ブリテン。
ワールドビッグ3の仲間入りですね。素晴らしい選手でした。それでは第2位です。 Second placeNumber 26, Sammy and Shirley Stopford. Number 26, Sammy and Shirley Stopford, Great Britain. いやー、これはもう大接戦でしたね。まあ、今回は2回、第2位になりましたけれど、この今日の踊りから考えてみると、チャンピオンになる日ももう近いですね。来年あたりがビッグチャンスじゃないでしょうか。1982年世界プロフェッショナルダンス競技選手権大会ラテン部門優勝者 And the winners of the 1982 Latin American World Professional Ballroom Dancing Championships are Number 14 Espen and Kristin Selberg, Norway Number 14 Espen and Kristin Selberg, Norway Congratulations!もう胸にジーンときますね。彼らの長い年月をかけた初優勝ですね。本立派なチャンピオンですね。素晴らしいです。ちょうど今2階席のあの壁のところにはゴーゴーエスパンという大きな上りがかけられておりますけども、喜びでいっぱいかと思います。どうぞもう一度優勝者、そしてまた上位入賞者に大きな拍手をお送りください。優勝いたしましたエスパンとシステンサルバーグ組によるジャイブです。